こんにちは、ナナミ12000です。今浜松の隣の高塚駅にいるんですが、ここから舞坂駅に行きたいと思います。15分ぐらいかかるみたいですね。お、新幹線。お、左で、あの表の道に出るのかな。イメージ的には、よし、はい、線路を今乗り越えました。そしたらここを右折かな。豪雪ですね。あと11分で舞坂駅。舞坂ってなんかいいですよね、土地の名前として。やか、バロを、あ、ここ、あれ、違った。ここを右に行くんだよな、確か。右じゃなかったっけ。全然行かしてくれんね。Thank you。あとはこの道をまっすぐ行けばね、そうだったと思いますよ。テイク2の記憶から言うと、これか。舞坂駅もね、さっきの高塚駅新しかったんですけど、最近の駅みんなあんな感じですね、よく考えてみたら。袋井駅とか、あとね、割と新しくできたね、あの御厨駅とかで、さっきの高塚駅でしょ。あと舞坂もね、同じような感じでしたね。で、その先もね、何個かあんなようなのありましたよ、確か。もうあれなんですかね、もうあのパターンで作りゃ、もう資材やら工期やらもう分かりきってて、タン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 って作れちゃうんかな。
れがベストな形なんでしょうな。意外とあれですね、でも高塚駅から舞坂駅もまあまあありますね。舞坂駅から弁天はすごい近かったような気がするけど、どうだった？あんな、まだあと4分。あ、そうか、ファミマ行かんといかんかったんだ。あれっすよね、緊急事態が解除され、多分ほぼいろいろなお願いももういいってことになってるでいいのかな。なんかちょいちょい、それでも気をつけてっていう話はありますが、 GoTo イートも再開したみたいで、 GoTo トラベルも再開か。そのね、 GoTo イートの券をね、今日引き換えに行かなきゃいけなかったっすね。コロナも微妙っすな。でも結局よくわからぬまま収束と、恐ろしいほどの収束っぷりを見せてるけど、本当かなっていうか、原因がわからんとあれですよね。これをやりゃ
収まるっていうのが分かんない。はい、舞坂駅到着しました。はい、あ、違う、あ、でもさっきとやっぱ違うか。こっちの方がなんかちょっとおしゃれな感じがするか。全然違ったわ。はい、舞坂駅到着しました。もしよろしければチャンネル登録していただくと喜びます。ということで、舞坂駅よりまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。